アンフィニ MS-6 は、マツダが展開していた、販売店、ブランドアンフィニで、1991年から1994年に、かけて販売された、D、E セグメントに属する5ドアハッチバックセダンである。クロノスの5ドアモデルでもある同社は、欧州諸国においては、マツダ626として、1992年から1997年に、かけて販売された。また、 同社のバッジエンジニアリングであるテルスター t x 5が同社が展開していた販売店ブランドオートラまで1991年から1995年にかけて販売された。1991年11月から販売が開始された。アンフィニ MS-6 はバッジエンジニアリングであるクロノスをベースに B ピラーから後半部にかけて 専用に設計されたボディ一体型のリアウィングスポイラーが特徴的で、欧州諸国においてはドイツを中心に高い評価と人気を博した。最低地上高は1 6 0ト、mm、ル燃料タンク容量は60リットル。しかし、欧州諸国での高い評価と人気とは裏腹に、日本国内においては5度はクーペを連想させる低い。 ボディにプロポーションを重視したエクステリアデザインが災いしてか、リアシートのヘッドクリアランス不足が指摘されるなど、評価は振るわず、結果として販売面においても苦戦を強いられることとなった。販売が開始された当初は、FF2K8 ゼ型1.8リットルと、KF ゼ型2.0リットルの V6 エンジンのみが搭載されていたアンフィニ MS-6 ではあったが、 翌年3月に実施されたマイナーチェンジにより新たにビスカスカップリング式フルタイム 4WD システムに FSD 型2.0リットル自家4エンジンを搭載したグレードが追加された。また、1993年3月に実施された一部改良では RF 型2.0リットル直列4気筒、PWS 付けディーゼルエンジンを搭載したグレードも追加された。 トランスミッションには4速 AT と5速 MT が設定され PWS 付けディーゼルエンジンを搭載するグレードを除いたすべてのグレードで両者の選択が可能とされた。なお、同社は日本国内においてはカペラの復活により1994年6月をもって生産終了。その後、 同年12月をもって販売が打ち切られたものの、欧州諸国においては引き続き1997年まで販売されている。ありがとうございます。